任務完了。
仮面の殺人鬼が出没するってのはこの辺りだったな。仮面の殺人鬼、マジでいたとは。おい、お前は何者なんだ？ここで何をしてる？お前、俺の邪魔する気か？邪魔？何のことだ？俺はただ話を。俺の邪魔する。許さない。ちょっと待てって。クソ、やるしかねえか。ほら、かかってこいよ。さて。絶対負けない。私の番ね。舐めんなよ。かかってください。俺の番だな。どうするかね。よし、大丈夫だ。どうだ、ちょっとは落ち着いたか。ったく、俺まで血まみれになるところだったじゃねえか。血の色綺麗でもまだ練習足りない。出やがるぜ。まだ殺し足りねえってのか。とにかく斉藤に連絡するか。か春日さん、例の殺人鬼が見つかったって。ああ、なんとか捕まえたぜ。まさか本当にいるとはな。一体どんな奴なんだ。まさかお前、お肉の自衛の二代目か。お肉。ああ、そこに肉屋があるだろ。お肉の自衛って店なんだけどな、こいつはそこのせがれだよ。名前は自衛ってんだ。店の名前を息子につけたんだと。今は店を継ぐために修行してたはずだが。お前何やってんだこんなところで。俺肉解体するの下手だから練習出た。ここ誰もいないから。そういえば肉屋の親父が言ってたな、息子は肉の解体が下手でいつも店の中が血まみれになって大変だって。ってことはつまりこいつは肉屋の息子で、夜中に一人肉の解体練習をしてただけってわけか。そのようだな。そこを写真に撮られてネットにアップされたのが噂になったと。にしてもその紛らわしさに拍車をかける白い仮面は何なんだよ。雰囲気作りか。これ返り血防げて便利。俺ホッケー部だったから。あ、
ぞ。これが仮面の殺人鬼の真相ってことか。いや、なんか悪かったね。調査してもらった挙句、正体が商店街の仲間だったなんてよ。これは調査のお礼だ。受け取ってくれ。まあ解決してよかったぜ。殺人鬼なんていなかったわけだしな。もう紛らわしいまねすんじゃねえぞ、自衛さんよ。申し訳ない。次から部屋で練習する。さーて、殺人鬼がいないことが分かって安心したし、今日からゆっくり寝られそうだ。どれ、軽く一杯引っ掛けて帰るかな。よ、せがれもどうだい。行く。ああ、かいかい。春日さんもどうだい。いや、俺は遠慮しとくぜ。また今度誘ってくれよ。そうか、わかったよ。じゃあ行こうぜ、じい。まあ一件落着だな。噂もそのうちなくなるだろう。あれ、あいつあの格好のままじゃ。やあ、血まみれの殺人鬼。ま、待て、こいつは怪しいもんじゃないんだ。ただ肉をそぐ練習をしてただけで。当分噂はなくならねえかもな。ねえ、
私が相手で。なめんなよ。どうするかね。これで元通り。それで。私の番です。私の番です。私の番です。ザーコン、よし、行くぞ。2回目に合わせますよ。うん、さて、なめんなよ。どうぞ。なめんなよ。どうするかね。やってやろう。よし、とっておき。かかってきなさい。よろしくね。私の番です。来いよ。俺もだな。大丈夫だってか。よっしゃ。まだ成長できるとはな。よっしゃ。テンション上がりますね。おい、見せてやるよ。
ありがとうな。 Yes!
おい。いえ。私の番ですね。やってみるよ。せーよ。やがれ。よし。私が相手です。あっち来い。とっておき。よろしく。当たってこいよ。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。とっておきだ。どうするかね。ここで。うわあ！終わった。無理。そうだね。してみろ。私の番だ。よし。行こう。私の番ですね。よし。じゃあ、なめんなよ。痛い目に遭わせますよ。さて。くそ。わかった。開けてみるか。開いたぜ。へえ。てめえの寿命を聞きにやりを楽しみだ。私の番ですね。やってみろ。いやあっち来い。やろうぜ。私の番ね。私が相手です。やめんなよ。舐めないでくれる？見せてやるよ！どうするか。負けるまい。くれ！だぞ。上がってきなさい。舐めんなよ。やってみよう。行くぞ。来いよ。限界が近い。
んだな。さらに強くなれましたね。やった。ねえ見て、さすが高級店ね。どのお料理も最高に美味しそう。確かにうまそうだな。なあ、食ってもバチは当たらねえよな。おいおい、急ぐんじゃなかったのかよ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。なんだ。バラしてやるよ。楽しませてくださいよ。行くぜ。さて、舐めないでくれる？くらえ！どうぞ。私の番ね。見てなさい。やんのか。俺の番だな。来いよ。私が相手だ。捕まっぜ！おしっぽ！どうするかね。私の番です。行くぜ。食べながら虎を鑑賞って、金持ちの考えることはわからないわね。意外といいもんなのかもしれねえぜ。よく見たら可愛い顔してるじゃねえか。そうね、ご立派な
人を食い殺せるような牙が特に素敵よね。ああ、とにかく気を抜いたら一瞬で餌にされちまう。気を引き締めていこうぜ。さて、せーちょっとおとなしくして。俺の番だな。なめんな。ぶっ飛ばしてやる。とっておきだ。私の番ね。なめんなよ。とっておき。やってみろ。まずいですね。舐めないでくれ。舐めるな。仕留める。どうするか。ぶっ飛ばしてやる。やってやろう。私が相手に。してみろ。よろしくないな。せーれや。くれ。強くなった気がするぜ。テンション上がりますね。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。絶好調だ。最上階ね。
この奥にマブチたちがいるのかしら。おそらくな。何をしてくるかわからねえ。ここら。開けてみるか。やったぜ。なあ、ああ、へお、マブチ待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの。うん。蝶はどこだ。この建物にいる。今んとこはな。あ、今んとこもうあの世に生きかけてる。なんだと。よう、わしらも手貸そか、マブちゃん。いいえ、結構です、石尾田さん。我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ。それだけわかってりゃ十分だ。そう邪険にしないでください。カスが一番やな。踊れが初対面で慣れ慣れしいな。あんたは荒川真澄っちゅう新参に椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。何？おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭。大工がちゃかぶっぱなした男や。それが今じゃピンピンしとる。はあ、わしら大工の隠し事を見てもうたんかもしれんの。春日、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつか。確かにいい形してんな。お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？随分気持たせるんだな。早く殺してくださいだ。でやるよ。私の番ですね。避けるな。ほら来いよ。ダメ。私が相手です。よし、誰がいいか。やめんな。即死と副上司、この海は上がってきなさい。どうするかね。私が相手です。さて
くらえ。やっなっちゃった。さらに強くなれましたね。成長を感じます。余興は終わりだ。次はてめえらだ。ふらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。オウミの直れんなる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやであいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな。みんなバカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミシルの人
奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。え？だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバーナンバーなんちゃん、くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんやおったんか、悪い、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ、俺はもう迷わねえ。はあ、悪いなみんな、今日は俺の日だ。ったく、まとめてやってるわ。で、ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。成長？こういう風に合流するときは大体成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよそのお約束って。まあ俺も手ぶらじゃカッコつかないし、新しい技くらいは考えてきたぜ。うん、マジか。私の番ですね。